やしかしこんな5歳児相手にこんなにガチの爆弾で殺そうとしてくるかね。あら、チンパン総統、あ、こいつか、あ、これがチンパン総統モンキキか、あ、これだ、いたいた、今チンパン総統モンキキ来たな。どうやって倒すん、え、どうやって倒すん、チンパン総統モンキキの倒し方わからん。でんぐり返しか、まさかの。あ、今ダメージ与えれそう、いや、これどうやって倒すの、マジで。はぁ、やべ、ちょっと待って、かなり資材を投げ打ってしまったな、今。いた。やり方教え、やり方教えよって面白い、バカとなると消えるからどうやって倒すめっちゃ強いやん、このせ、ちょっと待って、ちょっと待って、倒し方がわからんやん。画面上の敵の表示が多すぎて、すぐ消える。え、そんな仕様なの、俺、こいつの倒し方分からずにやめた気がする今こそみんなで知恵を合わせてさ、審判総統モンキキの倒し方考えようよ。あの時の悔しい思いさ、解決しようよ。めっちゃ強いねん、審判総統モンキキここはね、アクション仮面カードを何枚持ってこれたかの勝負度はありますえ、使い切ったんだが、そんな後出しじゃんけんある。やべ、めっちゃ強い、無理や、無理、あ、無理無理無理、あ、無理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 、あ、無理だべ、ま、どうしよう、やべ、無理だ。倒し方教えろ、これ以外にやりようがないと思いますよ、だってクソえ、アクション仮面で無敵になって出てくるとこ先読みで当たるん、え、嘘でしょ、めっちゃむず、そんなことある。上の段に乗ってジャンプ、爆弾越しに来たらアクション仮面ないね、アクション仮面が。ダメージはどうやったら与えられるんや、ジャンプさえ当たればいいのね。アクション仮面のカードを使ってできたらひたすらジャンプだっていやもうこれ運読みだな。上の段に乗ってタイミング合わせてでんぐり返しをし続けるしかないな。ダメだダメかもしれん子供たちの敵を取ってくるしもやかこれはもうやばいかもしれん。子供の頃クリアできなかったゲームって別に大人になってもクリアできないよ。ジャンプのがいいか、モンキッキーが出そうだなっていうところのタイミングに合わせてジャンプでいいか。今、あ、間違え、ここ一番安定じゃね、あそこに出ることを願ってランダムジャンプやな。これはもうちょっと直線覚悟やな。アマゾンで攻略本買うかアマゾンの攻略本にも書いてないだろう、やり方は。いや、ビルところには出てこないのか。ちょ、ここと左を利きだよ、それだな。しまったー、いやでも取った判定になってるはず、黄色いカードは取った判定になってるはず、大丈夫や。やった、思ったより早かったぞー、イエーイ1時間ぐらいやることを覚悟してた。